トイ兄さん。何だい？じゃないですよ。お父さん激おこですよ。カンカンですやん。どうしてかな？どうしてかな？やないですよ。バレてますよ。何のことかな？やないですよ。トイ兄さん。ダメですやん。お父さんの部屋におしっこしたら。何のことかな？しらきっても無駄ですよ。お父さんものすごく怒ってましたよ。布団におしっこしたらそりゃ怒りますよ。なんでそんなことしたん？実は、トイ兄さん、お父さんのこと嫌いだったの？違うよ。誤解なんだよ。誤解？お父さんの部屋は1階やけど。ごめん、ボケかまそうと思って、外した。とにかく、なんでおしっこしたの？それも布団に。そういえば、この間はカメラにしてたし、ギターにもしてたやん。テーブルや椅子の足にも、ギャギャもしてるし、ギャギャ兄さんはいいんですよ。ギャギャ兄さんですから、トイ兄さんがそういうことはいけない思うんですよ。違います。ごめん。わかってくれたらいいんです。でも、お父さん許さないって怒ってはりましたけどね。本当に。当たり前ですやん。もし、トイ兄さんが僕のケージにおしっこしたら、僕がガタガタ言わしたりますよ。反省してはります。反省してます。ほんまにしょうもないことやめてくださいね。トイ兄さん、もう子供やないんですから、頼みますよ。とばっちりで、僕まで怒られるのごめんですから。ところでチビチビ、お父さん知ってるの？なんです。ギターアンプにもおしっこかけたの。え？あれって、犯人トイ兄さんだったの？ふっふ、そうだよ。ふふふ、じゃないですよ。トイ兄さん、お父さんお気に入りのローランドのアンプにおしっこかけたのトイ兄さんだったん？ふっふ、バレてなかったみたいだね。あんまりですやん。犯人は、ギャギャ兄さんだって思われてますよ。しめしめ。しめしめ、じゃないですよ。ギャギャ兄さん、お父さんに、こっぴどく叱られてましたやん。そうなの？当たり前ですやん。あんなことしたら、鬼のように叱られて、もうおやつあげないって。それで、最近、ギャギャは僕に突っかかってくるのか。ギャギャ兄さん、かわいそうですよ。後で謝ってくださいね。でも、ギャギャの仕業に思わせておいた方が。兄さん、飽きまへん。ちゃんと謝ってください。ごめんごめん、そうだね。後でギャギャに謝っておくよ。